次は子供、すみません。次は家族と一緒に食べます。あとで友達の家に訪問します。この時、ほとんどの人たちはふるさとへ帰ります。だから、ふるさとはとてもにぎやかになります。ハリラヤの後、ふるさとはまた寂しくなります。以上です。